社長社長、中野社長、ありがとうございます。大体目星ついてます。早く早く私の方に来てください。ジャパンカーレスキュー、こんにちは。ジャパンカーレスキュー小島です。阿部です。今日はですね、前回 YouTube にアップロードした通り、まだこんな状態です。今日4月25、だからもう1週間8日経過しまして、住まれてから悲しいです。なんとテレビ局でもたくさん取材いただいて、悲しいながらも会社の宣伝につながったこと、とても感謝しています。もう笑ってるんですよ、泣いてるんですよ。どっちに見える？笑ってますね。いやでもまあ本当にね、ショックだったよね。ショックですね。阿部ちゃんがね、割と多く乗る機会だから、ショックでした。もう早く犯人捕まればいいかなと思うんですけど、でもまあ捕まらないと思うので。ダメダメ、もう大体分かってますって落としてからね。もう大体分かってますって。大体トラックも映ってるし、本社に映像もあるんで、大体目星ついてますけど、もし犯人の方ね、正直にこっそりすいませんって謝ったら、もう許してあげる。めっちゃ寛大じゃない？あの被害届も取り下げてあげます。個人的にはね、世間的に許されるかは分かんないけど、それは黙っててあげる。大体目星ついてます。早く早く私の方に来てください。そんな中、なんとこのレッカー車を作ってもらった運輸総合整備さん、もう社長から連絡がありまして、なんとお見舞いでグリルをいただきました。ちょっと待って、これよ、まだ開けてないんだけど。違うやつだったらどうしよう。そのおじさん、社長にちょっと違ったんですって。でもさ、優しいよね、お見舞いで、動画見でお見舞いで来るけんね。かっこいいね。メッキステンレス品のお手入れ、うん、ね、うん、おお、来ました。あ、じゃあ、ちょっと来ました。おー、本物。おー、社長社長、中野社長、ありがとうございます。いやー、よかったね。いただきました、本当に感謝してます。ありがとうございます。あ、いいね。おー、いいですね。元に戻った感じするね。ネジないの？あ、あんの？ネジもあんの？めっちゃいいじゃん。で、さらに、はい、次開けちゃったじゃん、もう。開けちゃった、もう開けちゃったじゃん。ねえ、はい、1個はもう入ったよ。開けちゃったじゃん。こうやって持ってったんだよ、見たでしょ、動画見たでしょ。こうやってガコンって言って、こうやって持ってったよ。あるやつだね。だいたい会社の目星はほぼついてます。捜査で捕まる前に早く来た方がいいよね。なんとなんと、フラッシュライト、緊急走行用のフラッシュライトも一緒に、これについてたんだけど、それも一緒に盗まれたのを見た、今度は株式会社赤月さん、うちでレッカー用品の代理店もやってるんですが、なんと暁さんからは、フラッシュグリルライトお見舞いでいただきました。ありがとうございます。運輸総合さんと暁さんのリンク概要欄に貼っておくんで、ぜひホームページ見に行ってみてください。本当に今回ありがとうございました。ありがとうございました。まぶしい、まぶしい。が、俺まぶしい、まぶしい。俺が眩しいわ。眩しいよね。え、映ってたの阿部ちゃんじゃなかった？髪になんか綿つけてたじゃん、頭に。こんな感じの頭じゃなかった？おかしいです。これつけてたの。グランデム。ええ。
ね。あとこれでビスで止めるだけって感じ。そうです。あんまりなんか簡単なビスリーのことないよ。こんなにこれで。あ、確かに。いやー嬉しいね。嬉しい。ちょっと写真撮って。はい、ユニソンの中野社長と赤月の吉岡社長に送るわ。ライトはついてないけど。キラキラしてますね。キラキラしてますね。キラキラしててかっこいいね。キラキラしててかっこいいね。キラキラしててかっこいいです。めっちゃ叩かれる。これ本当に入ってる。入ってるね、これ。これもじゃあちゃんとカチカチして撮ってたんだ。いや、これなついてたよ。だからちゃんとカチャカチャってして、飛び石近づきすぎだよ、前の車に。これ反省してる？してあそこカチカチカチっていう箇所だったらパワーしましょう。それはこれもメーカー悪いよね。メーカーの作り悪いよね。思わない。そうですね、そんなに簡単とは。昨日なんかはこんな簡単じゃないか。あれね、これは鈴だけ多分クリップで止まってるだけなんで。ドラレコの映像風に撮ってさ、阿部ちゃんの直ってる風に撮ってられたあれみたいな。犯人阿部ちゃんじゃねえかみたいな。撮ります。撮ります。いいよ。怪しいな。怪しい。バービー、ほら阿部ちゃんのお兄ちゃんとかじゃないか。阿部ちゃん、こっちにも来る。怪しいな。やっぱり怪しい。下すぎて見えないです。あ、犯人いました。ということで取り付けも完了しました。ようやくフラッシュライトもフラッシュライトだけ早急に取り付けて使用したいと思います。今後ね、セキュリティももっとやっぱ強化しなきゃいけないなって、あの勉強にもなりましたね。そうですね、絶対にバジャーだと思うんで。あ、バジャーな、多分あのもう逮捕される。間もなく、間もなく逮捕される。逮捕される前に謝りに来れば許す。いい、許し。あ、どうぞ社長がいいつんであれば許し。はい、だそうです。逮捕される前に来るのが自分にも会社にもいいんじゃないかなと思います。早くシュッとしてください。ここに、ここに物返すだけじゃ会社名も分かってるからダメです。ちゃんと返してください。よろしくお願いします。でもそっか、もらったから返さなくてもよ。新しいのもらったから。でもあっち甘いでしょ。しょうもないですよね。売ってあげるよね。別に済んだんじゃなくて、お金払う前に最初に持ってっちゃったんでしょっていう手にしてあげるから。優しい。そう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 。優しい。こんな感じで、じゃあ今日終わります。本当にあのウィンソン号の中野社長と赤月の吉岡社長、本当に今日ありがとうございました。ありがとうございました。センチャンと脱いで。配線もしなきゃいけないじゃん。意外そうなと10万円超えてる。超えてますね。ちょっと宣伝効果めっちゃありましたけどね。あ、悪いこともあればいいことあるんだ。そうですね、いいこともあれば悪いこともある。世の中そんなもんですよ。
プラスじゃないプラスがないんだよ。2と。ちぎれる。ちぎれる。ちぎれる。ちぎって持てたんですか。ひどいね。ひどいよね。そうですね。これに費やす時間もあるじゃん。まあそうですね。調べたりさ、警察署行ったりさ、はい、時間も換算したら大変だね。どういう流れで社長がそのお見舞いでいただきましたみたいな。多少その今の事件の経過を話します。まだ特に警察から連絡はなくてみたいな。大体目星ついてます。大体目星ついてます。手を出せと。いや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 。いや、ちげえ。違うんですか。あんまないやつですよ。そうなの。動画でね、写真撮って。写真社長、違うの買ってけどって。写真、はい。それ使っていいです。おまけ。しかも色も違うし、メッキじゃないし、サイズも違うしみたいな。もし阿部ちゃんがやったらめちゃくちゃ言うけど。なんでちゃんと見てやんだよみたいな。ねえ、エリちゃんと一緒につけようってね、はい、準備してたら、なんか違うねって。ちょっとサイズが一回り小さかったです ね。ちゃんと確認してほしいよね。すいませんでした。身を気をつけます。すまないでください、みんな。お願いします。